陶芸家の渡辺拓磨です。今日は何作って何食べようか。岡山駅の新幹線コンコース構内、お土産売り場の店頭に備前焼きガチャがあります。備前焼き作家6名による6つのアイテム、ワンコインで買える備前焼き。作家ごとにキャラクターを担当しています。自分の担当は鬼。現在は第4弾が稼働中。これまでに担当したものは桃太郎、猿、キジ、犬、すべて一刀彫りテイストで制作。そして今回は鬼。テイストを踏襲します。モチーフは鬼の面。1点ずつ手びねりで作ります。粘土は 30g。模様を入れる道具がメイン。それでは無修正ノーカットでどうぞ。 30g の粘土を手で丸めます。叩いて扁平に、トントンとして四角形に。力は不要。両面にへこみができます。これでは鬼の面にしにくいので、片側を凸面にします。凸面側が表になります。角の部分をつまみ出します。これで大まかな形ができました。顔の模様を入れていきます。ひげ部分に段差をつける。ヘラで粘土を押し込むようにしてひげを表していきます。次は角。ぐるっとラインを入れます。きっちり等間隔にせず、フリーなラインで。眉間から鼻にかけてのシワを入れます。ポンスで鼻を表す。おでこのシワを追加。眉毛を描きます。ポンスで目の位置を決めます。ネオテニーな特徴があるのでちょっと童顔。いかめしくします。頬にラインを入れて彫りを深くする。ややいかつくなりました。丸い部分を修正。
全体を四角い印象にします。これで大人っぽくなりました。さて、じゃんじゃん作ろう。登場人物の由来について。鬼という言葉から鬼門を連想される方も多いと思います。鬼門とは北東を指します。干支に当てはめると牛虎の方角、よって鬼は牛の角を生やし虎のパンツを履いています。ダークサイドの反対はライトサイド、南西の方角の羊と猿。しかし昔の日本には羊がいなかったので猿からスタートして鳥、犬となります。犬は忠誠の証。これによって桃太郎の家来は犬、鳥、猿、後に犬、キジ、猿となります。これがキャスティングの由来。裏面の仕上げは削る道具がメイン。小さな和がんなでくり抜いていきます。側面に穴を開ける。バリを取ります。角のエッジも処理。最後に丁寧に鳴らします。封印を入れる。鬼の首。首といえば今日は石頭のあいつを料理しよう。ご飯の時間。石餅の唐揚げを作ります。大きな耳石があって硬いので石餅と呼ばれます。ハサミを使って捌く。さばくというか頭を落とす。卵もあります。丁寧にする場合は内臓も取りますが初犯の事情でそのまま。粉をつけます。今回は片栗粉、米粉、小麦粉なども良き。フライパンに油を入れて火にかけます。温度をチェックしたら揚げます。油の量は半身浴程度で。油が少ないと温度が上がりすぎるので温度調整はこまめに。いい音。ウォッカと枝豆。こういう時間が幸せやね。焦げないようにチェック。音が高くなった。揚げます。ベンチタイムの後、2度揚げ。2度揚げしたら熱いうちに塩を振っておきます。
味見という名のつまみ食い。これ大事。あしらいは庭の大葉。白地の乾燥後、焼きます。備前焼きガチャのすぐそば、エーモンミュージアムがあります。ここの展示監修をしていますが、現在は切削を展示中。夏休みのちびっ子たちに見ていただきたい。鏡の映り込みにサイバーパンク感、備前焼きとサイエンスフィクション。さて、エーモンミュージアムから戻って備前焼きガチャ。6人の作家によるメダル、箸置き、豆皿、オブジェ。切削の鬼面は紐を通してチャーム、根付けなど魔除けアイテムにどうぞ。機会がございましたら、ぜひガチャッとよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。